しだけ疲れた心を休めたよ。 In my dream でもまたこの道の上にいる。終わることのない道の途中に。させていただくことになりました。まあ、コロナでなかなかいろんなイベントとかができなくて、ちょうどうちも昨年12月に来ていただいた後、先月まで11ヶ月間なかなかできなかったんですけども、まあ、今年も本当に無事に開催できて本当に喜んでおります。で、特にこの原発市では愛知県の地酒っていうので大変の力を入れておりまして、まあ、特別さんにもお世話になっております。まあ、これから少しでもこういった会をね、どんどん増やしていっていい流れがいいと思うんですけども、今日は訓定課のイラストを9種類ご用意しております。それと、クリスマス風の原発のお料理をアレンジさせていただきますので、十分に、楽しんでください。で、それではまず専務よりご挨拶をお願いいたします。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。もう4年目今年は本当クリスマス、本当のクリスマスの日になっちゃったんで、結構なんかクリスマスに日本酒っていうのも的には全然 OK なんですけど、なかなかもう皆さんご予定があって、まあ、コロナっていうこともあって本当に少々でやらせていただいてるんで、もうこれは続けれるっていうことが非常に嬉しいなと思うので、またまた来年に向けて頑張ってまたクリスマスにお会いできたらと思いますので、よろしくお願いします。本当に今日はなんかすごい村井方さんがいっぱい用意してくれたんで、もう食べるもの飲んでもらってますね。今日はもう貸し切り状態らしいので、はい、心ゆくまで飲んでいただければと思います。今日は乾杯とか初絞りのお料理をいただきました。これはもう毎年うち新酒祭りっていうのは12月の最初の土日にやってるんですけど、その時に限定で売ってるお酒で、それ以外では普通では売ってないお酒なので、クラタイムに来て新酒祭りに来た人じゃないと手に入らないお酒なので、いわゆる活性濁りです。で、通常ちょっといつもは初搾り甘いんですけど、これちょっと辛めになってたので、はい、この辺が結構よく溶けて結構発酵したんで、少し絡めですけど、まあ、それはそれで本当にシャンパンみたいな感じで美味しいんじゃないかなと思いますので、ぜひ楽しんでください。やっつけたい。じゃあ村瀬より販売温度をお届けいたします。じゃあ本当にまたコロナで1年大変な年でしたけど、もうこの年でコロナはおしまいということで、来年はまた明るい昔とか普通の年に戻ることを祈って乾杯したいと思います。じゃあ乾杯。乾杯。はい。でこちらもう一本ありますね。なんで遠慮なく飲んでまだありますので、お刺身です。今日は、サーモンとタイとタコですね。そうですね、確かに。どこの酒も美味しいから。美味しいもたくさんありますもん。こちらのお酒は初めてか。飲んだことがあるだろうとかね、なんかどっけ入手大好き人間が多いからね。そう、入手大好き人間。
大好きって、まあ、なんか影響を受けて飲むことになっちゃったんですけど、美味しいです。あと孫悟さんもいらっしゃいましたし、で去年金虎さんと三河美玲が両手だったんですけども、ほらできなくて、あと罪だったんで、あのアイスの手伝いと三河美玲の会が両手だったんですね。日本酒蔵はね、いっぱいありますからね。そう、蔵は結構多いんですよ。うん、女性は、ね、意外と焼酎飲まないの。僕の知ってる、まあ、みんな焼酎がダメなんですよ。僕は水を分けますよ。水尾さん、素晴らしいですよ。うん、大好きです。大きいくらいじゃないですけどね。そう。置物錦はないですね。置物錦ではもう第一人称ですよ。松井とかは結構ところでもね、ありますからね。でその後タンクのまんまでマイナス3度でやって、で半年ぐらい経って夏前ぐらいに火入れて臨床した時にこれでマイナス3度で全部の設定の冷蔵庫にそこからはずっと入れて、あと大銀とかを入れる冷蔵庫ですけど、そこに一緒に入れてます。大きいです、ね、あ、そうです。この冷凍庫だけそれぐらい温度を下げて、ダイニングとか一緒に入れて、難しいのかな、温度が低くなればなるほど、なんか出てこないし、だけど、じゃあ、いわゆる熟成の味が出てくるかっていうと、すごいやっぱり時間がかかるので、多分マイナスで熟成した方がプラス5度で、のワインぐらいでプラス15度ぐらいで熟成したりとかした方が絶対旨味が乗ってるのが早いので、だからどうしても切り出しってそういうことになってくると、やっぱり少しメーカーが出たりするとやっぱそれはすごい気にする人が多いし、でも昔気にしてもそれをろ過して炭かけて作っちゃえばよかったんですけど、今は割とそれやるとね、また炭かけてそれは嫌だとか言って、中にはなって、ここはそれは炭の匂いが分かるっていう人もいますよ。昔男だったというただそれだけのことで受け入れられず、頭で差別し普通の人に見れなかった。君の気持ち一切無視、僕はまた一人被害者意識でおどけてみせる、その笑顔こと心も深く傷つけ、何も悪いことなんてしてないよ、言ってやれなかった。誰かのため自分を隠さず生きようとしていた君なのに、愛する先に探していた。きっと僕らはどう
は自身の過去ひた隠し今まで生きてきた奴隷扱い逆らえないまま差し出したあれは何のため誰にも言えない変えられない何かのせいにするしかない仕方ないと諦めた僕が普通の人じゃない誰一人として守っていない好きなものは好きと持てる声をフルボリュームにして歌い続けてゆけたら男とか女とか決して小さなことなんかじゃないだからもっと大きな愛であるがままに生きると心が決めたその命がくれたその意味へさ道なき道だって見えてるんだ、Wow、間違いじゃない瞳が描いた未来で僕も生きたいよ君に言えなかったこと今ならちゃんと言えるのに僕はやっぱり君が好きなんだ君だから好きなんだ